はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2週目続きをやっていきたいと思います。ビデオテープを見てミアが記憶を取り戻したところになりますね。じゃあこのまま配線を、探索していきましょう。先へ進んでいきますと。で、こういうところあったんだ。明るいとよくわかるな、本当に。で、こっちは確かね、行けないはずなんだよね。一番奥で金属溶解液を使わないといけないはずなんで。てかさっきさ、こんなのついてなかったじゃん。で、ここはキーピックが必要でしょ。で、これパソコンでしょ。で、これハーブか。取っとこう。他。ここは薬液。あとはここか。ガンパウダー。何発あるっけ ?9 プラス5か。で、これあれか、なんかスマホが入ってたやつじゃねみたいな。中身が抜き取られている。あ、これ別にスマホじゃなくて抜き取られてんのね。なんかガラス張りに見えた。E ネクロトキシン。E001 を殺処分するなんとかである。処分指示まで厳重に保管しろみたいな。で、必ず、活性化させて使用しろみたいな。あ、これでもさ、完全に書かれてたのが廃屋のところにありましたよね。で、これ開けて、よいしょー。で、ここはクロスレンチが必要なので、まずは上に行きましょう。なんかあったっけ、そういえば。落っこってるのは特にないか。はしごって意外に登るの大変だよね。あんまりはしごを登る経験したことないけどさ。だってこれ垂直でしょ、はしごって。脚立でも別に垂直じゃないからね。で、こっから飛び降りて、トーン。で、ここにパソコンがあるんで、最初にパソコンを調べましょう。まだ使えそうね。切り替え、切り替え、切り替え、切り替え。いいさん、まだ間に合えばいいけど。わかった、一番下ね。嘘つき、やめなさい、エブリン。これは幻影っすね、幻影。もう幻覚はたくさん。あの子はどこなの？船長室へまず行って。あれ、そういえば敵いたっけ。敵はいなかったっけ。まあいいや、船長室に行きましょう。船長室で、ここにマシンガン。なんでマシンガンがここにしまわれているんだ。配線の見取り図で、クロスレンチをゲット。あとは何かあったっけ。特に普通のアイテムはないか。で、ちょっとこっちへ行って、下に行くところだね。リモコン爆弾をゲットして、で、エブリウェア人形があるんで、こいつはもうこれで破壊しちゃおう。ほい、一発補充。で、こっち側を別にただ逆から出てくるだけだから、開けて、わあ、結構高いよねこれ。どんくらい高い。めっちゃ高くね。こんなところから飛び降りたのか。で、クロスレンチを使って開けて、なんかさ、こうやってみると自動で開いた感じがするけど、実際は自分でフンフンってやって開けてんだよね。なんで飛び降りんの。で、ここに、ルイスへ。ケーブルが完全に焼けちまってる。甲斐があったんだが、3階医務室の機械を直すときに使っちまった。
ワデル先生に行って借りてこい。下の第二機関室から呼ばれてるんだが、こいつが動かないとどうにもならん。ドゥエイ。なんか音とかしてた気がするけど大丈夫か。ここがヒューズで、あ、違う、ケーブルで、こっちがヒューズか。で、下にも降りられるけど、上に行きましょう。だから登るか。で、ここにナイフがあるんで、ナイフをゲットして、よーし。で、なんかやつがいるけど、鹿として中に入ろう。金属溶解液をゲット。ここはもうこれだけだっけ。あ、ここになんかあるじゃん、ハンドガンの弾12発。ハンドガン、あ、そっか、今ハンドガンだもんね。で、アイテムボックスってさ、ちなみにアルバート入ってるね。アルバート取り出そう。弾が3発にちゃんと増えてんな。で、防御の極意と、牽制のコインで、これは合成しちゃおう。少しでも開けて、うん、ガンパウダーか。ハンドガンの弾を競争弾にする必要があるかどうかっていうところだな。リモコン爆弾があるからな、それでもいい気がするんだけど、まあ、とりあえずはこれでいくか。最悪薬液とガンパウダーを組み合わせよう、アイテムが足りなくなってきたら。じゃあちょっと一回セーブをします。はい、じゃあ先へ進んでいきましょう。これさ、サバイバルナイフの方がなんか普通に強そうだね。まあ当たり前だけど、小型のナイフよりは。で、いなくなってんだよね、なんか知んないけど。で、リモコン爆弾はさすがにもったいないな。ちょっとアイテムを整理したかったけどな。競争弾がなぜか3発あるね。来るか。ほら、外したー。ガード、どうだ、ほら、ガードしよう。いや待て、撃てる。ダメか。ああ、倒したか。よし。で、ここは金属溶解液を使って開けます。リモコン爆弾ゲットして、で、ここは薬液強で、何にも入ってない。船長室のロッカーの鍵、リモコン爆弾で、そっか、向こう側には行けないのか。で、ここ開けると降ってくんだよね、確か。競争弾に切り替えよう。ちょっと待って、これはね、逃げる。ん？どこ行った？いた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 。ほら！一撃必中。あと一個か、枠は。で、電子レンジの中に薬液が入ってて、なんで？みたいな。で、これはラクーンシティの記事ですね。特集ラクーンの悪夢から16年、今も続く生還者の苦悩と。で、ここはガンパウダー。ガンパウダーはじゃあ競争薬1個作っちゃうか。アイテム合成でアイテム欄がありません的な感じになっちゃったね。アンティークコイン、どうしようかな。まあ、じゃあ置いとくか。で、ここには何にもなくて、あとでリュックサックがね、手に入るから、まあ、リュックサックを途中で手に入れますか。で、ここ入って上に行こう。で、ここもエブリウェア人形があるんで破壊していきましょう。リモコン爆弾ゲット、リモコン爆弾ゲット。キーピックか。キーピックは取っておきたいよね。やっぱり薬液とガンパウダー合成させちゃおう。で、これ開けてカチャッと。で、キーピックをゲット。さて、で、このエブリウェア人形さすがに普通の弾にして破壊と。 OK、 よし、飛び降りよう。飛び降りた方が早いからね。で、このままだと確実になサブマシンガンが持てないからね。
どうしようかな。まだあれば後で全然いいと思うんだよな。これあっち側ってなんかある。あー出てきたか。あー腕マンだ。これリモコン爆弾で処理しよう。おい、よしよしよし。ちょっと今安全だと思うから、ちょっとアイテム欄、ナイフはやっぱり左、これは上、リモコン爆弾が、あ、違う違う、アルバート上にしとこう。で、リモコン爆弾下でいいか。よし、これでいこう。で、アルバートを装備して、マシンガンの弾か。一回ちょっと船長室行くか、やっぱり。これは。アイテム整理も兼ねて。こっちから回っていけたよね。これはナイフで破壊する。リモコン爆弾。で、ここに行って、で、アイテムボックスで、預ける。逆撃機も預ける。これも預ける。ガンパウダーも預けよう。キーピックはちょっと持っとこう。防御の極意とかがちょっとあれなのか。で、ハンドガン、これいいや。預けちゃおう。アルバートで行こう。で、アルバートを装備して。で、船長室のロッカーの鍵持って開いてるから大丈夫だよね。よし。しゃがんで、ホイト。で、上に登っていきましょう。で、よいしょと。マシンガンがな、もうちょっとね、強ければね、いいんだけど。だいぶ火力がな、低いからな。まあ、今はね、アルバートというものが、おお、いるんだね、こいつ。びっくりした。おお、頭部ででも一撃だな。あれ、こんなやつ出てきたっけ。まあいいか。出てきたもんはしょうがない。排除する。で、鍵を使って、どうせこれで鍵なくなるしね。うん、なくなるよね。ちょっと閉めとく。あ、いるね。閉めとこう。そうだ、結局これ閉めても意味ねえじゃんみたいな話になったわ。マシンガンも取って、で、どうせいるから、リモコン爆弾を、ちょっとこうリモコン爆弾セットして、で、開けるよ。開かない。あ、来てないし。さあ、来い。バカね。OK。じゃあ、また、戻りますか。で、ここも、さらに下に行って、ここは上で登って、絵のね、謎解きをしないといけないんで。この中に入って、で、ここ出てくるんだっけ？どうだったっけ？出ては来ない。なんか家具とかなんかすげえ、全然場所が変わってんな。ガンパウダーがあるか。ハンドガン21発。ちょっとこれは合成しよう。よし、競争だ。で、一応閉めて、これに合わせればいいわけだから、ハーフ取ろう。左上がピンク。よいしょ、よいしょ。で、上が青。よいしょ、よいしょと。あ、もう一回か。で、木が立ってる。これ、あと回していけば勝手になるはずだから。よし。で、金属溶解液か。これで大量に手に入ったから、先へ進んでいけますと。で、まあ、そこはもう登れないのか、そもそも。
ちから行けんだっけ。鍵を外した。あれ下に行ける？これ上には行けないよね。行けたっけ。3階。あ、そうか、そもそもこっちから来たんだ。でこっから来て、で1階。おお、いける。いるね、やつか。おい、うわし、何、まさか。ほら、うん、普通のアルバートで。あれあれあれ、なんかしぶとい。でこれちょっとパクって、あ、そうか。これをパクるとあれか、あそこの扉が閉まるのか。で登って、でこどっちがどちら、こっちがヒューズか。ヒューズはもうくっつけちゃおう。ヒューズはくっつけて、でもう一回登って、あそうか、それであれだ、医務室へ行かないといけないから、ここはもう開くんでしょ。で上に行くんだ。でデブマンが出てくんだよね。デブマンっていうかゲロマンが。4階まで行けるかな。あれ4階は違う、こっちじゃないわ。でここに来て、ビデオ部屋に来て、でこっちか、金属溶解液で先へ進むと。デブマンはそうか、リモコン爆弾で倒すかね。そうするとリモコン、ここにもいたな。お前は消えろ。外したか。頭部に当てられるかどうかだな。エイム力が試されるね、やっぱり。溶解液、あそうだ、ちょっと待って。これ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 、キーピックで開けていきましょう。でアンティークコイント、さあ先へ進んでいきましょう。めっちゃ暗いけどこのまま突き進んで、こことかね、こうやって見るとある程度明るいな。こっから来たのかな、デブマン。もうリモコン爆弾セットしとく。ここら辺にすでに1個。ここら辺はちょっと戦闘が終わってから取りますか。もうリモコン爆弾ここにセットしよう。1個ガチャッと。あ、この段、え、爆破された今。マジかよ、ふざけんなよ。来たな。ちょっと待って、これ当たる。待って、結構リモコン爆弾無駄になってるっぽいけど。ほい。ほい。ほら。で、あー、1個しかないからマシンガンで作ろう。ゲロボムです。貫通してるな。一応この上に来た時に爆弾、まだ生きてる、赤つかねこいつ。よーし、リモコン爆弾だいぶ無駄にした感があるけど、これを取って、でこっちも取って、よし、電力ケーブルをゲット。で、あとこっちの奥にリモコン爆弾があったはずなんで、回収をしていきましょう。これさ、絶対こっからさ、出たいよね。地図的に。こっから出れれば超楽なのに。ま、あとはここら辺のアイテムとかを回収していきますか。入ってない。入ってない。
あとなんかこっちか、持てない、ハーブ使おう。あれなんでこれ以上薬液、薬液とかしまった。薬液とあとはもともと持てないんだからあれか。どうする。薬液だったら薬液強の方が欲しいからね捨てよよーし。あ、こっから出てきたわけじゃないか。別にどこら辺にいたんだろう、あのデブチン。いやーすげえなー、タンカーってめちゃでかいんだね。まあ当たり前だけどさ。こっから行ければどんなに楽だったことか。行けない。じゃあちょっとエレベーターを修理しましょう。でここも飛び降りて、でここかこれ以上持てないとかね知ってるよ。で S2 まで行けるようになってるんで S2 まで行こう。 S2 は敵出てきてたっけ。あいつが待ってるよ。あいつとか言うな。いやでもイーサーにはな、裏切られてるかんなこれ出てくるっけ。ちょっと待って、一旦これを破壊して薬液を。リモコン爆弾は、あいるね。ほらくそ、ほら後ろから来るか。来るんだよね後ろから。なんだ、ちょっと厄介だから倒しとこう。ほら、いやアルバト強いね普通の弾丸でも。でここも確かいたんだよな、いなかったっけ。競争団に切り替えよう。あ来た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 、素早いやつだ。ほら頭部に直撃させればそれまでよ。リモコン爆弾回収して、マシンガン全然使ってないね。そう考えるとマシンガンでいくか。じゃあ249発あるからね。ステロイドを使ってないから、ステロイドじゃなくてなんだっけ、あの弾薬込めるのが早くなるやつ。リモコン爆弾をゲット、マシンガンゲット。255発とかもうばらまいてここで何が来ると。ほら足をねまず破壊しよう。聞いてんのかな、すでに無駄にしすぎだな倒したかわいそうに。あこれデブマン、ちょっとデブマンはきついな。いやマシンガンの全てを体育果たせば、たとえ出るだろうがなんだろうが、お前はそこでゲロでも吐いてろ。おらおらおら、おらおらおら、正面に立つのはやばい。当たってしまった。ちょっと弾込めが遅いね。ちょっと待って、こいつ爆発するから。よし、でこれはな、回復薬か。これ開けてうわこれ以上持てない。回復薬をじゃあ1個使ってで回復薬をゲットと。よしでここら辺から苦しむんだよね。ここでは使えないじゃなくて、もうついつい連打しちゃう。プシューッとアンティコイン、あれアンティコインって、あ2とかになるんだね。でこっちってなんかあったっけ。ここも開けられんな。これで金属溶解液を全部使い果たしたかな。リモコン爆弾、よし
エブリン、私のためにやってほしいことがあるの。イーサン、なんとなくイーサン顔が分かんないようになってんね。なんかイケメンらしいけど。イーサン、イーサン、おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。ゾイ、どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。いや、ルーカスに関しては怪しいよね。ゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。これそもそもどこなんだ。あの子は妙な力を使い、あそこか、時計があるところか。あ、そうだね。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ、お願いだ。ゾイは特に何も言うことがないのか。せっかく血清を打ってあげたのに。エブリン、やめて。イーサンから離れて。なんで。こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようか。やめて。いや、愛していないって言われるとちょっとね。今イーサンを浮気しちゃったからね。ゾイに私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気。お前はママじゃない、そう言ったよね。これはそんなに硬くないんだね。柔らかそうな感じがする。いや、どうして。時間がないの。これをあなたに。これは何だ。ミア、もう耐えられそうにない。限界よ。ミア、やめろ。うわ、うわ、ミア、血清を打ってないからか。ミア、やめろ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんかバールがね、どっかにあるらしいんですよ。殺せ。私のことを愛してると思ってたのに。ごめんね。え、どこ。ちょっと待って、痛い。ちょっと待って、どこにあるの。殺せ。あれ、なんかね、あった、これだ。来た。まずカード。機関すまんな。いや、こっからもうやり合いだ。ほらすまん、お前を助けてやることができなかった。殺せ。いや、ちょっと待って、めっちゃかわいそうなんだけど。ああ、あなたはあの子を止めて、お願い。おお、ミア、どうしてミアが、なぜだ。お前が血清打たなかったからだろ。結局さ、ミアもダメでさ、ゾイもダメなのこれ。どこに隠れてある。許さん。
ここはどんどん進んでいこう。お前のせいだ。あれ進めない引けた。よし。あれちょっとあとエブリウェア人形ってどこにあるんだっけ。あ、こっちか。配線脱出後。よいしょ。地図的にこれはどんな感じなんだ。意外にね、沼って家に近かったりするんだよね。まあ、ここら辺は敵は出てこないはずだから進んでいきましょう。よいしょっと。おお、深いね。これ魚？魚も完全にダメだな。まあそりゃそうだろう。魚が。よしちょっと。なんでこっから上陸できるような設計になってんだろう。よくわからんな。あ、ちょっと待って、なんか取ったね。南ダルベバーナビー遠行。いつものヘリ監視されてると。アルファ1アルファ1応答せよ。こちらアルファ1だ。何かあったか。ベイカー邸を捜索したが生存者はゼロだ。繰り返す、生存者はゼロ。争った痕跡がある。エブリンか。違うようだ。だがベイカー家の長男が第三者に送った暗号通信の記録を発見した。誰に送ったか想像がつく。まあこれはルーカスが適正組織に送った暗号っすね。奴はその近くの廃校にいると情報が入った。そちらを渡ってみる。了解した。こちらも廃校に向かう。エブリンを見つけた場合発砲を許可する。いいな、奴を仕留めるんだ。もう待ってよぜ、ここで。早く来てくれよ。だってヘリコプターだったからさ、そんなにさ時間かかんないよね。でここにエブリウェア人形があるんだけど、競争弾しか持ってないんで、一旦ちょっとアイテムを取り出して、ミアの持ち物を受け取りました。ミアの遺産か。ハンドガン G17 でいいでしょう。あれを壊すのは精神刺激薬は特にいらないんで、こっちか。ポイッとで、アンティークコイン、アンティークコインも全部取り出しましょう。一旦整理をして、アンティークコインだけ取り出そう先に。9枚。1個取り逃したな。配線の中か。反動でかいけど威力は私のお墨付き。これも使わせてもらおう。しょうがない。すまんなゾイ、君に血清を打ったけど助けることはできなかったよ。っていうか、なんでわざわざここにしまってあるんだろうね。使わせてくれよ。こんなアンティークコインなんて入れないでもさ。よし、マグナムをゲット。一発。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。ちょっとアイテム整理は、セーブした後にやって、もう次回はすぐ進めるようなところから、やりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。